え、めっちゃやばくない？めっちゃやばいな。としか言う。これから再びスゴロクだけ行きたいと思います。昨日の夜スマホを忘れるという失態を犯してしまったため、昨日夕日をスゴロクだけの山頂で撮影したんですが、この山頂にスマホを忘れてしまうというはい、やらかしてしまいました。無事にやるのかとても心配です。というわけで行っていきたいと思います。あるといいですねそれね、マジこの不安を抱えながら登るのマジでやだ。じゃ行ってきます。スゴロクが見えた。めっちゃいい槍。今日最高だね。やばくない？あの槍。え、めっちゃやばくない？めっちゃやばいな。いや、スマホあるかな？というかスマホそれが心にずっとなんか残ってるんですけど。まあ、というわけで山頂にこの後行ってスマホを無事回収することができました。もうね、めちゃめちゃ冷たくなっててバッテリーもゼロになってしまってましたね。でも本当見つかってよかったです。ここのスゴロク岳の山頂の手前にあるこのスゴロク岳山荘から登ったところにあるこの平地のところがもう本当あまりにも綺麗すぎて、もう一回戻ってドローンを飛ばしに行ってきました。こんな感じでね、本当ここだけ平らなんですよね。いや、もう何度でも行きたくなってしまいますね。スゴロク岳山頂に着きました。ここはすごく山頂から槍が綺麗に見えてめちゃめちゃいいですね。裏銀雲平の方とかもわしばの方とかも絶好のポイントを見るか。
いやもうここの道はもう控えめに言っても最高です。三俣蓮華とね、和芝と水晶がここから見えますね。めっちゃ最高。このね、稜線を歩けるっていうのは本当に幸せだよね。いや、本当晴れてくれてよかった。最高。謎は最高ですよ。
長いな飲みっぷりがいい、ね、こうやって飲まないとビールは。あ、三ツ矢サイダーめっちゃうまい。ジビエ丼めっちゃうまい。ジビエ丼がめちゃくちゃ美味しいです、うんうん、なんかヘルシわしば岳の山頂に着きました。あそこに見えないか、湖が見えてめっちゃ綺麗。天気はねちょっとなんとか持ってって感じかな。でもねすごい気持ちいい、風もそんなないから。着きましたね。お疲れ様です。どうですか、うん、紅葉がすごい綺麗ですね周りが。よくあるやつだな。なんかさ言うことないよねめっちゃ綺麗としか言う、ね、でもめっちゃ綺麗としかね言いようがないんだよね。今は芝岳の方から下山してます。結構ね足場はこんな感じでガラガラでちょっと滑りやすいんでちょっと注意が必要ですね。こっちには本来は槍が見えるんですけど今は見えないんですけど、めっちゃいいですね。てかあんなとこから登ってきたんだね。めっちゃ急に見えますね。ここに近いからね。いやこうやって道を山小屋の人たちが整備してくれてるから
こうやって登山が快適にできるというか安全にできるというか、本当に感謝ですね。水俣山荘でそう整備してるっていう話を聞いて、あ、生えてるね。いや、植えてる。あ、植えてるんだ。ずらしてるんですよ。ここ全体が植物になって、その左右の植物の道ができる、うん、多分と思うんですよ。そうやって言ってた、なんかね、そういう感じのニュアンスだったよね。移動するみたいなこと言ってたんで、ね、これでなんかここが10年後歩いて緑がいっぱいね、いや本当そうですね、多分なってたらなんか楽しみだね。とんでもない景色でこれなってね。確かにこの辺ちょっと荒れちゃってるっていうかね、やっぱ歩きすぎなのかな。もともとは多分こういう草草原だったんだよね。でも人が通り過ぎた結果荒れてっちゃったのかな。いやだからさ、なんかあれだね、本当にその踏み入っちゃいけない場所には絶対踏み入っちゃダメだね、登山道以外に。高倉さんも言ってましたね、なんかアメリカのロングトレイルとかだとすごいみんなマナーが良くて、ほんと人の幅でしかなってないって誰かが言ってたな。登山道広げちゃいけないね、広げたらなんかどんどん枯れてっちゃうんだろうね。今ある登山道を歩くっていうのが鉄則です。そうね、ということで登山道を踏み外さないように気をつけていきたいと思います。ということで乾杯をしたいと思います。今日の乾杯するお酒はアサヒスーパードライ、すごろくだけ、すごろく小屋さん、ありがとうございます。7時までやってました。うわうわやばい。普通にレンズにめっちゃついたんだけど。ほらめっちゃさ、かまぼけみたいな。臨場感やばいね。では乾杯をさせていただきます。いただきます。エスカエスエス。あーうまい。いや頑張ったよね。染みてる。いやめっちゃ頑張ったよ。いやマジで嬉しい。今日は歩きました、ほんと。ね、いやービールが、ビールめっちゃうまい。いやー本当に頑張った今日は。めっちゃ歩いたし楽しかったっすね。楽しかったっす、本当にいい景色で。いやめっちゃいい景色だった。いわいわしい山しかなかったじゃないですか。結構ね、ほんとね、景色が全然違いました。これが雲の平というか裏銀座ですか。本当にそうでした、ね、これが裏銀座。裏銀座最高。もっと歩きたいね。そうですね、黒部五郎とか雲の平とか全然半分来てないじゃないですか。多分ね、まだ行くべき場所はたくさんありますね。じゃあ食べますか。食べますか。5時半でスゴロク小屋の、テント場にいます。今片付けてて、今日はこれから下山します。見ての通り何も見えない雲の中に今いる形で、昨日までの穏やかな景色が嘘のようですね。テントの中はこんな感じです。結構暖かくて快適に眠れました。おはようございます。おはようございます。昨日は眠れました。
ール2本のおかげですごい眠れました。ありがとうございます。なんか中見てみます。どうぞ。だいぶ片付けました。快適そうですね。快適でしたよ。濡れたシェルター類は一番底に入れて、で、あとの寝袋とか濡れたくないものは別のビニール袋に入れて、で、その濡れたシェルターの上にこうやって乗せる形にして収納してます。こんな感じで上からかぶせる感じですね。余裕があるときはこのネットのところに濡れたものを入れて歩きながら乾かすみたいな感じで対応することもありますね。めっちゃうまそうだね。いただきます。うん、うまっこれはやばいね。このコーヒーがめっちゃうまいね。バニラもやばいっすよね。この組み合わせがやばいね。これはあの紙パックのコーヒーアイスコーヒーではないな。自家焙煎。自家焙煎ですもんね。めっちゃうまい。鍋でやってんだろう。ね。コーヒー美味しい。すごいね。あの三つ又もね。美味しかった。めっちゃうまい。うまいね。バニラと自家焙煎コーヒー相性が半端ないですね。でもテイクワンもやりやすいですね。相性が半端ないらしいです。テイク2だから。コーヒーフロードで震えそうになったんで早く帰りたいと思います。実際震えるっていう。寒い中は飲まない方が食べない方がいいかもしれないです。
ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったっすね。楽しかったっす。ではギリギリセーフでしたね。温泉に、あ、そうね温泉に行きましょう。いや、ほんと今回ありがとう。ありがとうございました。また行きましょう。では、さようなら。ありがとうございました。